お久しぶりっつ。あれ？今日はリプレイ提供主かかないのか？いや、このリプレイ俺のだから。あ、そう。てなわけで今回登場するパンツァーは、アメリカ、ギア銃、軽戦車、XM551 シェリダン。それでは基本性能を。まず攻撃面だが、単発は脅威の560ダメで、DPM は2336ダメと、完全単発型軽戦車だな。特にこの DPM、エア銃軽戦車にしては低すぎるので、できるだけ単発交換を心がけよう。装填時間は 14.18 秒で、打倒北打倒。ただ、原神より改善されてるから、納車した手に乗ると速く感じるかもな。弾種は、通常弾 APCR と、課金弾ヒートだぞ。貫徹力は通常弾 APCR で 230mm、課金弾ヒートで 310mm と、貫徹力で困ることはまずないと思うぞ。精度に関してだが、弾更新で一応劣悪ということにはなっているが、実際乗った感じ結構当たるぞ。ただ当たらない日は当たらないので、アメリカ号って感じだな。お次に走行面だけど、軽戦車なので神。と言いたいところですが、車体はほぼほぼ全身空間走行なので、謎弾きが連発して相手を挑発させてしまうよ。ただ砲塔の走行は本体なので、そこをヘッシュで抜かれることも多々。まあでも、そんなの関係ないね。一応数値を言うと、車体は、正面 25mm、側面 32mm、背面 12mm で、砲塔は、正面 40mm、側面 40mm、背面 15mm だよ。まあこの数値はどうか参考になさらずに。最後に機動面だけど、大きい車体の割に結構動きやすいよ。最高速は、全身65キロ、後退22キロだよ。加速力もアメリカって感じで、文句ないね。解説オツです。じゃ戦況はと言いますと、枚数は7対6で1枚リード。なんか味方仮設トイレが敵 MT に突っ込んだので、とりあえず援護してたらボッシュが来た感じです。まあとりあえずここはダメ交換。そして味方仮設トイレ死亡のお知らせ。悲しい。なんか初動遅れてきた味方 FV4202 も持ってるし、完全に孤立してます。誰か助けて。やばいこっち向いてるよ。なんかボッシュの溜まってヘッシュの音するよね。わからんでもない。ふう、とりあえずここまで逃げてきましたが、この後どうしようか。もうボッシュ来てるぞ。ああもうこうなったら最終手段、スポットを切る作戦だ。これうまくいくの？相手がこっちに気づいてなかったら勝ち。運ゲーじゃねえか。ぬおーおー全力で走れお、味方4202にヘイトが向いたな。これは、勝ち？とりあえずあの橋くぐって左手を登ろう。おーなんか上ではドンパチやり合ってるね。視線上に参戦するのは怖いけど、ボッシュの突撃魚雷の方がもっと怖い。お、百突さんこんにちは。噂をすれば出てきたね。いや別に噂してなくない。おーなんか味方 HT が全滅の危機。残っている味方は、新地の E100 と中波の71式、それとまだ IKK 残りとさっきの FV4202 か。あ、ここで味方 E100 死亡のお知らせ。まだだ、まだその時じゃない。何だ？よし、これで4対3、正気はまだある。あ、残念だったな、トリックだよ。嘘だー。しょうがないな、じゃああのバジャーボコスか。おそらく敵バジャーは味方の71式の方を向いているよ。おん、ここはシェリカスの足回りの見せ場ですぞい。さすが軽戦車、早いな。あ、ちなみになんですが、この子、同格内で最も射銃が軽いので、くれぐれもラムしないように。されないように気をつけるんだぞ。お、いますねロマン紅茶砲さんが。こっち向いていなければいいんだけど。というかそもそものんびりしている暇がないんですよね。お、あんちゃんいいケツしてんねー。ほらよ。いいねー。ハイアル紅茶ロマン砲のケツを掘るなんて。こいつ頭おかしいぜ。はいてな感じでバジャーは撃破。あ、これで枚数はイーブンになったな。敵の残りはどうこうと、ボッシュだな。てかこれまともに動けるの俺だけじゃん。わからんで。掘りだって時速70キロ出せるかもで。てたらねえよな、アゴ外したるぞ。エコは。とりあえず残ると厄介そうなシェリカスを先にやっつけていきたいところ。まあ、とりあえずスポットしないと話は始まらないね。お、いた。てかボッシュの体力多くない？まあいい、とりあえず一発威迫だけんななんで悲観通なんだよと突き回したるで。ヤクザ弁やめてもろて。まあ、味方堀くんも体力半分以上残ってるはずだから、とりあえずここはシェリカスを潰すことに専念しよう。あっちがダメならこっちにいるはず。さっき D 脚占領してたね。さあさあスポットしてみようぜ。うお、やっぱりいた。体力は同じぐらいだな。これは腕前が試されるな。であんちゃん、別に撃ったりせえへんから。ほら、出てきんさいや、何も怖がるもんはねえべ。いろんな光源までんな。あ、そういえばさ、俺50の。お、ちょっと待って今や。いいねえ。でさ、50の塔作った。あやべ、なんかフォッシュが来てる。ねえ、意外とフォッシュって足早いからね。え、ちょなんで虫。このフォッシュ登ってくるのか。おいねえ。やべえ、急いで反転面かじいっぱい。それは船。おいお前らふざけんなし、仕方にも程があるだろ。今戦闘中なんですけど、邪魔しないで登って。あ、すんまそん。根っこもろ。お、なんか洗濯機状態だなこれ。え、てか降りたついでに敵シェリカス潰そうぜ。丘の下、確かあっちら辺にいたはずだよね。急がないと掘り撃たれちゃうよ。お、いた。お、いた。よし、確実に仕留めてやる。残念、堀が被弾してしまったな。あれ？
ボッシュどこ行った？あ、いたいた。え、てかそこ掘り撃たれちゃう。掘りどこ向いてんだ。あー言わんこっちゃない。しょうがない、持ち前の機動力を使ってなんとかするぞ。おらあー、いびつめんかぶるわー。え、なにこいつ肝。ヌベジョイヌパワー。ヌベジョイヌパワーって何？え、よし後ろはもらったぜ。あー掘りがやられた。よし、あとはどれ体で消化するだけだ。ほら、こうやって NDK して。NDK で来てなくない？あ、ちょっと待って、これやばいかも。実は僕ちゃんもう一発残ってんだよ。何？あっ、そんなこれを暴れてたら普通に死んでたと。ふう、なんとか勝った。結果は、4878ダメージ、3両撃破で1バッチ出った。軽戦車の中でも優秀な部類の機動力に、高単発砲を備えた本車両、ぜひ乗らないでください。それでは本日はここまで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。